ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。スターダストクルセイダース。1988年、エジプトのカイロ。長い旅路の果てに、ジョーサー一行は宿敵ディオと対峙した。だが、圧倒的な悪のスタンドパワーの前に、仲間たちは次々に倒れていく。最後に残されたジョータローはディオとの一騎打ちに臨む。しかし、ディオはジョセフの血を得てパワーアップしてしまうのだった。実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。最高にハッってやつだ。やろう。蹴りをつけてやる、ジョータロー。間髪入れず、最後の攻撃だ。正真正銘、最後の時間停止だ。来やがれ、ディオ。オープンザゲーム。ギガさん。さあ、こっちのセリフだぞ。立ってよ、うっとうしいぞ。おら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 。立ってよ、てめえ、てめえ。おら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 。うん、もうダメ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 。やろう、最高に入ってやつだ。遅い、タッチ。てめえ、ソルナくらいな。タッチ。まかないな。おらおらおら。ここまで。タッチ。ほほ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 ほ。全くねえ、てめえを。しかし、おめえをなぶって始末するってやり方は、その足がチューするのに何秒。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。西部劇のガンマン風に言うと、抜きな、どっち。こけ
けにしやがって。しかし、しかし、ごく短い時、便所のネズミの、このディオにはそれはない。家庭や方法などどうでもよいのだ、うん、どうだこの血の目つぶしは。勝った、死ね。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。